コガオール株式会社は東北地区の需要に即応体制を作るべく、1991年宮城県白石市に東北支店を開設。日本の基幹産業を支える鉄鋼商社として素材を提供。製鉄メーカーからコイルと呼ばれるロール状の鋼板を購入し、それを高度な技術力で様々な形状に加工しています。工場内には大型クレーンをはじめ、鉄鋼メーカーで製造されたコイルの巻き癖などを矯正し、平坦な形状にして比較的大きな一定寸法の鋼板に切断するレベラーライン。レベラーラインで切断された鋼板をさらに小さなサイズに切断するシャーリングマシン。コイル幅を回転する刃物で分割し、より幅の狭いコイル状に巻き取る、一般的にフープと呼ばれる製品を加工するスリッターライン。これらの設備から生み出される製品は、幅広い分野に素材としての鉄を提供し、生活を豊かにするものへと生まれ変わります。取引先とは、品質と信頼性を大切にし、共に成長できるパートナーを目指し、また社員には安全で快適な職場を提供し、誰でも気軽に意見を述べられ、お互いに支え合える環境を整えています。これらを実現し、人と地球に優しい企業として地域社会に貢献し、働くことの喜びと誇りを感じていただける企業を目指しています。鉄を通じて豊かな生活を支える、コガオール。